本日も暴落してますが、朝起きたら半分になってることがあるのが仮想通貨です。メンタル強くやっていきましょう。いつもご視聴本当にありがとうございます。更新の励みになりますので、グッドボタンよろしくお願いします。メインの LINE が再度新しくなっております。以前のものは配信返信できませんので、必ずこちらをご登録お願いします。こちら、久保の自己紹介です。ご存知ない方は一時停止して見てみてください。定期的に LINE で配信しております限定激アツ情報ですが、今日のキーワードはアバイル確認です。希望者は概要欄の LINE にメッセージをください。ということで本日のテーマですけれども、イスラエル報復、仮想通貨全面安の中ノーリスクで稼ぐ方法をお届けします。本日の午前中、イラン領内で複数の爆発、イスラエルが報復したようです。それによって仮想通貨全体は全面安となっております。ビットコインは本日のその報復があるまでは、報道があるまでは6万4000ドル近くまで戻していたんですけれども、報道が出て6万ドル一時割るところまで下げました。今のヘッドライン相場といって、この中東の情勢で次第で大きく動く状態です。あとは現物の ETF なんですけれども、これ我々ね、その一般人がどうかできる問題じゃなくて、コントロールできないことなんで、まあ、コントロールできることに集中して、コントロールできないことはもう気にしないというのが、これ投資とかも人生の鉄則だと思うんですけども、まあ、うまくやる鉄則だと思いますので、もう、まあ、対応するしかないという感じです。そして、こんなね、仮想通貨大全面安の中でもノーリスクでね、稼げる面白いね、キャンペーンがあったので、そちらをお知らせしたいと思います。よろしく。メカドックという方はグッドボタンを押してお知らせください。それはですね、ビットゲットのトレーダープロというイベントです。で、もう完全にノーリスクで、で、資金をゲットできて、で、収益を上げることがね、継続的にできるようになるっていうイベントで、非常にいいなと思って、今日話しております。で、どういうものかというと、まず、デモ口座で取引ができます。で、1万ドル分もらえて、で、そのデモ口座の成績によって、トレーダー、プロトレーダーに、まあ、採用されるかどうかが決まるみたいなんですよ。で、トレーダープロトレーダーに採用されると1万ドルの資金をもらえて、で、これは出金とかできないんですけれども、これを使ってエリートねトレーダーっていう、まあコピートレード主、要は自分のトレードにその紐づく人がいて、で、そのまあ自分の運用するアカウントが増えれば、増えた分の 10% かなを報酬としてもらえるという、まあコピートレードシステムっていうのをビットゲットが用意してるんですけども、それに参加できると。で、本来ですと、まあ自分の資金を増やして、で、じゃないとこのエリートトレーダーには採用されないっていうルールがあるみたいなんですけども、このイベントでデモ講座で、一定の条件をクリアすると、そのトレーダープロ、エリートトレーダーになることができて、で、コピートレードの配信主として、成功すればね、その利益を上げたら、その利益の 10% は報酬としてもらえると。なので、まあ、元はデモ講座、今回のイベントはね、デモ講座で増やして、成績を上げて、で、それで、採用されたら、ノーリスクの資金を、もらえて、で、それをまあ運用して、で、コピートレードのその、自分をフォローしてくれる人がついて、で、その人たちの資金を増やしたら、成功報酬の形で 10% もらえると。で、まあ本当にね、ゼロリスクで、継続的な、まあトレードにね、勝てば、そういった収益っていうのが、生まれてきます。まあ、これは、またね、エアドロと違った良さがある。まあ、リスクないですからね。非常にいいと思います。で、参加方法は、まずね、アカウントが必要ですので、ビットゲットのアカウント持ってない方は概要欄のリンク貼ってありますので、そちらから解説してください。で、詳細っていうのがありますので、そちらは、
ここですね、仕組みを踏むと出てくるのがこのルールなんですけども、まあ今日はね、全部一から紹介はできませんので、時間のね都合でできませんので、参加される方はこちらをよく読んでください。一応ね、重要な点ですね、期限が4月18から17日までの30日間あるとなっております。この間にやらないといけない。あとは15日以上取引をすることと、 25% 以上の ROI なんで、資本収益率、なので1万ドルだから1万2500ドル以上にしないといけないってことですね。はい。で、日時 ROI がこれ5色みたいですね。詳しいページ見たら 10%、 あ、違うわ、 0% に到達する日が10日、0日じゃなくて10日以上ということで、負けない、まあ、引き分け以上の日が10日以上あることですね。その全体の、まあ、最大30日間なんですけど、その中で、負けていないという日が10日以上ということ。あとは注文数が60取引以上というのが条件です。詳しい条件はさっきの、ね、また別のページにあるんですけども、これがまあ重要なところだけ紹介しました。こういうね、仮想通貨はすごいボラタイルに動いてる時というのは、さっき6万ドル前半ぐらいだったんですけども、ね、一気に1000ドルぐらい戻しています。まあこういう時はね、実はね、トレードはチャンスなんですよね。トレードで一番チャンスじゃない時って動いていない時なんですよ。で、動いてる方がその差益がね取りやすいんで、まあもちろんその逆に振られたら負けることになりますけど、まあ、それはロットで調節するっていう感じはすごいですね。一気に6万1300ドルぐらいまで上がってきます。まあ、こういうのは本当にね、まあ、ヘッドライン自体、例えばですよ、イランとイスラエルが休戦協定しますとか、ヘッドライン出たらバチコーンと多分ね、3、4000ドルぐらい飛んだり、まあ、その場合は上がることになるんですけど、一つね、アドバイスするというのであれば、ヘッドライン見てから取引をするので、まあ遅いということですね。まあそういうの出たら、もう自動で、例えばロイターとかブルームバーグのそのヘッドラインを、まあテキストで分析して、取引をするみたいなね、機関投資家、ファンドかな、うん。まあそういったことをやっている、もうめちゃくちゃ強いプロ、投資家みたいな人たちがいますので、まあ、一般人の我々がそのタダで見れるようなね、そのサイトとかの情報を見て、それを後乗りでやるっていうのは非常に危険っていうのは覚えておきましょう。もうね、本当にそういった機関投資家とかファンドとかはもう専用線を引いて、もういかに人よりも早くそういった情報をね取得して取引をするみたいなことを自動でねやってますんで、一般人には一般人の戦い方があります。それは時間をね、まあ味方につけたりとか、パフォーマンスを絶対ねその上げないといけないわけではないっていう、そのまあプレッシャーの少なさだったりとか、そのあたりがまあ個人投資家のメリットになりますので、そういうのをうまく活用するといいと思います。よくわかっているという方はグッドボタンを押してお知らせください。そして、アバイルのエアドローが来ております。で、こういったね、プロジェクトは必ずね、スキャムサイトを開きますので、十分にご注意ください。で、正式なね、アドレス、URL を欲しい方は、LINE の方にアバイル確認と送ってください。こんな感じでね、まあ、いろいろ対象あるんで、見てみるといいと思います。いろんな、要は、アバイルウォレット、あと EVM のウォレット、GitHub、あとスタークネットウォレット、あと Twitter もあったな。うん。なんか、本当にね、いろんな項目があるんで、こんな感じでね、数字が該当してれば出ます。まあ、本当にね、自分の持ってる使ってきたウォレット、全部見てみるといいと思います。ただ、本当にスキャムサイトには繋がないように気をつけてください。心配だよって方は LINE の方にアバイル確認と送ってください。では、最後にズームスケジュールなんですけれども、先日17日水曜日ですね、このエクスプローラーの見方トラベルルールについて、まあ40名ぐらいの方かな、来ていただいて、
まあ、非常に勉強になったと言っていただきました。で、まあ、アーカイブですね、一般開放して、流そうかなと今思っております。まだ決まってないんですけれども、まあ、いずれアーカイブ見れるようになるかもしれません。まあ、本当にね、すごいいいズームだったと思います。皆さんあんまり普段、まあ、こういったねエクスプローラーとか見るときってなんかトラブった時なんですよね。ウォレットから資産が消えちゃったとか、ステーキングしたんだけどこう反映されないとか、まあ、そういったときにじゃあどう対処すればいいのかって、まあ、なかなか困ることが多いと思うんですけども、エクスプローラーだったり、まあ、あとデバングだったりね、そのあたりを見ればもう一発で、まあ、大体まあほぼほぼわかると。でその対処法っていうのも全然ありますので、まあ、そのあたりを話しておりましたということで、まあ、これはもうすでに終わったんですけど、一般開放でアーカイブを公開するかもという感じです。で、20日の土曜日と27日の土曜日は初心者の方向けの勉強会で、これを出てもらうとエアドローで、まあ、エアドローでね、その、まあ、ある程度の最低限のスキルっていうのが必要なんです。全然難しくないんですけど、まあ、1、2時間ぐらいもあれば習得できるようなものなんですけども、まあ、やっぱ とっつきにくい世界じゃないですか、仮想通貨って。でもそのうちの8割ぐらいをもうこの2つ出てもらうことで、共に1時間ずつぐらいなんですけども、それで2時間でねもう8割ぐらいスキルゲットできます。で残りの2割はまあ応用なんで、そのスキルゲットしたらもう全然ね、いずれというかすぐたどり着ける、残り2割も埋めていける感じなので、エアドローで利益を上げたいんだけどどうすればいいか分かんないよって方はね、このズーム2つ出てもらうといいと思います。でそして29日はセキュリティに関する話ですね。これはまた近くなったら募集したいと思います。それでは今日も一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。雲についてくれば大丈夫です。ディスコに入れば完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。